ポーテッドバイフシタンクリニックネクストアイドル、イッツショータイム STU48。Okay.
東京アイドルフェスティバル2023にお越しの皆様、そして配信をご覧の皆様、こんにちは。 STU48 です。ありがとうございます。 STU48 のホットステージ始まりました。はい、まずは夢地からサングラスレイズと2曲続けて聴いていただきましたが、皆さん瀬戸内は感じてくださってますか？ありがとうございます。いや、今雨降ってますか？降ってない。降ってない。降ってない。降ってる？降ってる。どっち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 。降ってたら×。あのね、さっきまでね、土砂降りだったんですよ、STU48 が始まるまで。でも私たちが始まってステージ出たら、なんかさ、青空が見えたもんね。よかった。え、綺麗。土砂降り？土砂降り？あ、あれ？あれ？え、土砂降り？降ってる？降ってた。でも感じないぐらい暑かったね。そうだ、皆さんのおかげで。そうですね、あの私たち STU48、今日実はあの、はい、この衣装がですね、フェスでお初披露の衣装になっております。そうなんですよ。普段はね、結構あの、うん、みんながバラバラの色ってことがないので、もし私たちのこと初めて見るよって方で、うん、あの色の子が可愛いって思ったら、うん、後で公式ツイッターをぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんか夏らしくてね、いいよね。可愛いですよね。なんか赤に首につけてる。そう、今日はですね、なんとボディーペイントをしてもらいました。すごい、ピューフー、超可愛い。おしゃれ。いいな。はい、ユミリンのお手手にもありますよ。そうなんです。え、それどこでやってきたん？これね、楽屋裏で。なんかやってもらいました。いつの間に。めっちゃ可愛くて、汗でも落ちないらしいので。確かに全然落ちない。そうなんですよ。なんで今日は目いっぱい雨も浴びて汗もかいていきたいと思います。すごい嬉しい。はい、というわけでね、皆さんもたくさん水分補給してもらって、安全に気をつけて楽しんでいきましょう。それでは、次の曲に行きたいと思います。はい、はい、それでは聴いてください。息をする心。僕は僕のままで
の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。思い浮かべるたび幸せな気持ち。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜ける。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れってことはこれ以上言いたくない。やる気には十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。不気になることない。辛くなってしまったら相手がいいし休みだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物だけど変わってみたくなる。そう声を聞かけに
曲で最高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 気持ちいい自分に、せーの、頑張れ。僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分はヘタレだって思ってきた。ここで一回ぐらい頑張ったってそれは分からないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。どこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。ペダルこいで48が拠点として活動しているうちの一つ、広島県に原爆が投下された日です、私たちはイベントや番組を通して平和のメッセージソングをたくさん歌ってきました、平和という2文字を特に忘れてはいけない今日、この歌を歌って平和を願いたいと思います。それでは聴いてください。花は誰のもの。もしこの世界から公共が消えたら争うことなんかなくなるのに。ララ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 その花誰のものかなんて、誰かが自分のものだとお互いに言い放った。どこから眺めていたって美しい花は変わらず美しい。奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる。もし
しこの世界から東京が消えたら人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう、そうただ一つの地球の上、数えきれないくらいの花が一面に咲いていれば、みんなの足元がどこなんて気づかない、幸せを分けて、この TF さんに出演させていただけて本当に嬉しかったです。 STU48、今全国ツアー2023というものをしておりまして、この前ね、はい、神戸で初日を迎え、これから5カ所を回りますので、皆さんぜひぜひお会いしに来てくださると、会いに来てくださると嬉しいです、今年の夏も STU48 と暑い夏にしましょう、今日は雨やみましたか？やったということで、今日はね、岐阜最終日ですが、皆さん最後まで岐阜